アイテム番号 SCP-341JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-341JP はサイト8141のコンテナに収容されます。各個体は鎖でつなぎ、収容違反時の広域拡散を予防してください。関連して発生する腐敗液は消毒破棄されます。説明。SCP-341JP は、現在児童28名と老人11名からなる人の集団です。その起源は不明ですが、おそらく、で発生したと思われます。生理的欲求はなく、基本的に笑顔のまま外部へ出ようとさまよいます。SCP-341JP が人間を発見すると、その周囲に群がって多種多様な挨拶やコミュニケーションを取ろうと試みます。多くの場合それは別れの挨拶となります。この時、オブジェクトと接触してはいけません。接触した対象は、腐敗した体液を残し消失します。この体液は、消失した対象が24時間前にいた地点を中心に発生します。腐敗液に異常性は見られませんが、その悪臭のために速やかな除去が必要です。各個体は、見かけの年齢が近いものに対し好んで近づこうとします。例として、1900年月日の報告では、サイト8141に付随する託児施設がある方角の壁を叩き続けていました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。